おはようございます。今日は千葉県のですね、我孫子にある荒木水路さんに、来ております。朝からやってるんですが、亀が1匹、あとはノーピクです。今日はですね、よいしょ、YouTuber の、笑うヘラブナさん、わらヘラさん、おはようございます。どうですか？繊維喪失状態です。じゃあ頑張ってやりましょうね。笑うさんの、撮影機材すげえな。かわいい傘買いました。ねえ、ヤーマンさんがこれのちっちゃいねやつ持ってんだよね。はいはいはい。ヤフオクですか？どこ？あ、アマゾンね。はい、よし、じゃあ、よろしくお願いします。こっちから。はいはい。その隣にいるのが、相模原出張お疲れ様でした。お疲れ様です。つばやんさん、お待たせしております。今日どうですか？あー、厳しいっすね。厳しいっすか？厳しいっす。悶絶してます、うん、お酒日本じゃ足んなかったね。しーじゃないよ、もうダメだよ。今でもさっきね、一回消し込みました。本当？はい。ゴミじゃないの？いや、あれは違かった。本当？じゃあ、よろしくお願いします。はい、お願いします。よいしょ。まず先輩、一枚おめでとうございます。おい。一人だけ一枚釣って。え？いや、もうよくないよ。うん。でもいいよ、釣れればね。これから釣れますかね？うん、これからだね。これから？いつもね。うん。運からだから。あ、そうなの。わかりました。じゃあ、よろしくお願いします。この頃あれやんないんだね。このバナナはどこにありますか？
めの美味しいお茶。あ、うまい。キスして連れられて暇だね。ねえ、参っちゃうよ。うん、管理釣りはやりすぎ。じゃあまた後で動画やります。ですね、何にも魚が釣れてるとこ取れなかったんですが、今日は笑うヘラブナさんと、相模原からお帰りの翼さんと、地元の常連、あ、地元の大先輩、マサイ族のマサ君、ありがとうね。どうもどうも。じゃあこれにですね、私の顔マーク出ますんで、そこをポチリしていただくとチャンネル登録できます。最後までご視聴ありがとうございました。つまらない動画ありがとうございます。